PWF ヘビー級王座は、日本のプロレス団体である全日本プロレスが管理、運営する、PWF 認定のタイトルである。旧称は、世界ヘビー級王座、PWF 認定世界ヘビー級王座。現在は三冠ヘビー級王座を構成する3本の、ベルトのうちの1つである。1972年に、力道山の死後、桃竹に保管されていた。 インターナショナルヘビー級選手権及び、ホア世界ヘビー級選手権のベルトとして使用されていたチャンピオンベルトが全日本プロレスを創立して間もないジャイアントババに寄贈された。これを受け、全日本プロレスでは力道山ベルトを世界ヘビー級選手権のベルトとして使用することを決め、その王座争奪戦を開催した。この新設王座争奪戦はジャイアントババとブルーノサンマルチの テリー・ファンク、アブドー・ラ・ザ・ブッチャー、ザ・デストロイヤー、ウィルバー・スナイダー、ドン・レオ・ジョナサン、パットオ・コーナー、ボボ・ブラジルの8選手による勝ち抜き10番勝負という形で行われ、ババが8勝に引き分けという成績を収め、初代世界ヘビー級選手権者となる。全日本プロレスがハーイ州ホノルルを本部とする PWF を設立し、初代会長にはババと旧知の中であった。 ハワイのプロモーターのロード・ジェームス・ブレアースが就任した。そして、世界ヘビー級王座を、PWF 認定世界ヘビー級王座と改め、ババが自らその初代王者となった。途中1974年に、NWA の勧告により、世界の文字を外して、PWF ヘビー級王座となった。初代王者のババは、ザ・シーク、ブッチャー、オコーナー、ドリー・ファイク・ジュニア、 ハーリー・レース、フリッツ・フォン・エリック、ジンキニスキー、ペドロ・モラレス、ビル・ロビンソン、プロフェッサー・タナカ、ディック・マードック、ブラック・ジャック・マリガン、クリス・マルコフ、ディック・ザ・ブルーザー、オックス・ベーカー、ワフマク・ダニエル、キラー・カール・コックス、ケンパ・テラなどを退けて38回連続防衛を果たしたほか、ジャック・ブリスコ、サン・マルチの、大木・金太郎の、加工者とのダブルタイトルマッチもいった。 1978年6月にキラーと若鎌との防衛戦で鎌田の反則に起こった馬場が反則でやり返して大暴走、反則負けで王座転落。それまでアメリカでも日本でも反則やリングアウトでは王座は移動しないという選手権試合ルールとなっていたのを馬場が反則負けでも負けは負けとして PWF ルールで反則。 リングアウトでの王座移動を認めるようにしていたのだが、それが裏目に出た形となった。鎌田は初防衛戦で、ロビンソンに敗れ、ロビンソンからブッチャーへ、王座は移動。1979年2月に、馬場はシカゴで王座奪回に成功する。第五代王者時代の馬場は、防衛戦のペースこそ低下したもののブッチャー、ブルーザーブロディ、鎌田、ロビンソン、タイガージェットシン。 テリー・ゴデラを相手に3年8ヶ月の間防衛を続けた。この間、1981年1月には、ババのデビュー以来3000試合、無欠場記録記念試合としてバーン、ガニアのアワ世界ヘビー級王座とのダブルタイトルマッチが行われ、1982年2月には、新日本プロレスから引き抜いたスタンフンセンとのシングル初対決が、 PWF 選手権試合として実現している。また、グリーンズボロ、ミネアポリス、アトランタ、ダラスなど、アメリカ各地で防衛戦が行われたのも、ババ王者時代の大きな特徴である。1982年10月に、ババはレースに敗れて、王座転落するも1983年2月、セントルイスで奪還。しかし9月にはフンセンに敗れまたも、王座から転落する。 この頃からは、レースババハンセンば戦ハンセン長州力、ハンセン、天竜源一郎ハンセン、と、一年前後の在位の王者が続くことになる。1989年4月18日、PWF 及び、UN 王者のハンセンが、インター王者のジャンボツルダと統一戦を戦い、勝ったツルタが3冠統一ヘビー級王者となる。ありがとうございます。